明けチャンネル。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、やばしいです。今日は愛知県名古屋商業高等学校の高校情報を皆さんにお届けしたいと思います。はい、ここの高校は CA と呼ばれてる、ね、高校さんになります。ここで分かることに関しては、定員、倍率、アクセス、進学実績、内申点、偏差値、制服、部活に関してお伝えをしたいと思います。ただ学校の雰囲気や部活の雰囲気に関しては実際見に行っていただいた方が分かりやすいと思いますので、少しね検討されている方に関しては学校のね、文化祭とか、夏休みの学校説明会等を通して見に行っていただいた方が分かりやすいかなと思います。それではやっていきましょう。名古屋商業高校、定員は、商業科160、情報が80、グローバルビジネスが40と、で合計280名取ってますよという形です。はい、でね、それぞれ取るわけではなくて、まあ、合算で取りますので、まあ、偏差値は一緒ですね、48。はい、で内申点は27ぐらい、ね、取っておくといいかなと。まあ内申点を取った方が有利にはなってきますので、内申点ね、上げていった方がいいかなと思いますので、28、29とかね、これより多い方が受かりやすいかなと思います。はい、なので27は取れるようにちょっと頑張ってみてください。はい、ただこれより下の方でも受かってる方は見えるので、諦めないようにはしていただいた方がいいかなと思いますが、はい、1、2年生の方はと今3年生の方に関しては27以上を目指していくといいかなと思います。はい、じゃあ倍率 2.18 倍、はい、高いですね。なのでしっかり内申点取るっていうのと、当日点のね対策もしっかり取っておくっていうところですね。はい、じゃあアクセス、自由が丘がね最寄りの駅になります。じゃあ実際の場所ですね、地図で確認していきましょう。こちらになります。はい、じゃあ続いて制服確認していきますね。こちらの制服になります。はい、じゃあ進学実績見ていきましょう。まあ愛大、中京、南山とかね、他にも短期大学とか看護系の専門学校とかね、普通に商業系のね専門学校行ったりとかっていうのもありますので、まあ進学に関してもそれぞれ行けれますし、半数以上の方が就職選ばれてますが、就職に関してもね、大手ねトヨタさんとかもありますしね、他のところね、銀行さんとかもありましたしね、いろんなところからね、募集来てますので、就職に関しても強いね、大体9割以上の方がその就職をで希望をしても、ね、内定が取れるという実績を持ってますので、就職にも強くて進学に関しても知識がある高校さんになってます。なのでどちらを選んでもいいという形になりますが、まあ国公立行こうと思うとちょっとね大変になっちゃうところにはなるかなと思います。なのでまあ私立さんでもよければっていうところと、まあね、私立さんの中でも専門学校とかね、まあ短大とかの、ね、選ぶ4大なのか短大なのか専門学校なのか、ね、選べれる形にはなりますので、どれが自分に合うのかなとかいうのも相談には、ね、乗ってくださるかなと思いますので、ぜひそういったところもね検討したいなっていう方は、ね、おすすめな商業高校になります。はい、なのでまあ実際ね、まあ、どうするかっていうのも入ってから考えてもいいですし、入る前から、まあ、商業勉強したけど将来的には大学行きたいなっていう方に関してはね、ぜひね、行っていいのかなと思います。はい、じゃあ、最後に部活確認していきますね。部活こちらがあります。はい、じゃあ今回の名古屋商業高校の高校情報は以上になります。他の高校情報だったり勉強の仕方、ね、あと勉強動画に関しても作ってってますので、そちらもぜひご活用ください。それでは失礼いたします。